はい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 、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化街道高校ですね、まあ秋の強化パワーアップ祭りということで、せっかくなんでやっていきましょう。久々ですね。でデッキの方は、まあ、まずはね、投手でやっていって、うなごろうくんを入れてますと、あと小悪魔みずきちゃんを使っていきます。で小悪魔みずきちゃんは一応今あるやつ SR 取れるのだけぶっ込んで、コントロール上限アップのつく40まで上げてます。でトリックオアトリックで技術ボーナスと精神ボーナスがついて、タックのパーセンテージも高くて、さらにやる気効果アップが、まあ、ついてるので、まあ、怪盗高校には合ってると思います。得意練習は1つなので、2つ目が何かしらついてます。で、金徳は変幻自在ですね。で同じく変幻自在要因で新変幻自在の、野球マン1号を入れてます。で野球マン1号はもう一つ、変化球ポイント要因にもしてます。これだとデフォルトで2人しか変化球要因がいないん であと誰か1人ついてほしいかなというところです。でつく可能性があるとすれば、同栄はもうそもそも得意練習2種類持ってね、このままでしょ。この3人のうち誰かがちょっと得意練習ついてくれないと、変化球に、変化球ポイントがきつくなりそうな気はします。で、道江くん とサンタサナちゃんで新街道も取っていきます。であとスタミナ上限アッププラス一応変化球練習なので、オクタビアを入れてます。まあ、そんなような感じです。じゃあ最初はまあ練習はそうだね、評価上げたいな。2人監督か、監督もここちょっと上げとかなきゃいけないんだけど、やっぱサナちゃんの告白も起こしたい。あ、筋力が上がってんな。そうか、得意練習見てなかったわ。ちょっと見よう。野球マン1号が守備、スタミナか。で、みずきちゃんが球速。なるほど。なるほど。伸びこ作れ。道江くん。変化球ポイントちょっと厳しそうだな。打たれ強さとか。で、うなごろうくんは、まあ、やっぱりせっかくなんでね、ジャイロフォーク取りたいよね。だから、球速を早めに上げていきたい。で、道江、打たれ強さはさすがにまだ持っていけないから、よし、伸び。伸び1回でも掴んでくれればね、サンタ、サナちゃんを彼女にしてれば、クリスマスでくれるんで、1だけど。それがかなりでかい。4まで持っていければまあまあでしょう。なので早めにちょっとサンタサナちゃん、あとはコーチが回復はしてくれなかったけど、これはこれでね、評価上げつつ回復できるんで全然 OK ですね。でブレイクスルーができるようになったんで、まあ最初は練習3回やっていけばいいでしょう。かといって守備じゃやりたくないからな、まあ、コーチもいるし、同泳のコツもあるし、ちょっとスタミナ3回やろう。ここは無理やり3回やろう。まずはよし、これはもう1回発動してくれれば絶対3回練習できるから。ただオクタビア早い。球速は133キロか、まあ悪くはない。ここも悪くはないけど、サナちゃんオクタビア強化を上げて、体力減るけど大丈夫、回復してくれたから。でなんだっけ、逆襲の市原があるんで、変化球なんか覚えとこう。どうしようか。そうだね、下方向はジャイロフォーク取る関係でカットボール取ってみる。1しか取れないけど大丈夫かな。カットボール仕様が変わったんだよね、俺ったら全然取ってなかったんだけど、ちょっと今回カットボール覚えていきましょう。ナックルボーラーの黒だし、あれ逆襲の市原って結構さ最初の方に来てた気がするんだけどな。でこれはこれで、そうチームメイト評価が上がるんでね。でこれはコツだよね、もらうで、いらない
これ一応緩急が取れる。で緩急はまあ葵ちゃんも持ってるっちゃ持ってる。でどうしよっか、サナちゃんはもう大丈夫なんだよね。オクタビア、あ3回をやっぱりやっていきたい。序盤は変化球も欲しいっちゃ欲しいんで、ポイント的にスタミナか、スタミナはでかいよね、直上げ要因で。どうしようかな、いやまだ上げきってないから評価上げだな。これはダメだ、体力が減りすぎる。これどうする、してないにするか。それなりに評価はいい状況だと思うけど、ブレイクスルーが打てんな。ブレイクスルー打っちゃう、もったいない気もするけど、かといって序盤すぎるからね。よしやろう、ブレイクスルー変化球練習。市原お前の逆襲が欲しいんだよ。逆襲っていうか金徳は逆襲じゃないんだけど、あれ起きないな、これ何が練習メニューの相談。筋力、球速、これはあくまで断る。で一応進んでいくらしいです。野球マン1号、まあやっぱり高いは高いよね、死んでしまうけど、さすがに寝るか。で10月の4週、11月になったらやっぱりサナちゃんとは1回練習をしておきたい。のぼろくんとかまだか、メンタルなんだ、球速メンタル。奪三振、あこれいいね、ちょっと丈夫な体にして体力回復させよう、怪我しにくさ。でサナちゃんがいるんで、ちょっとサナちゃんイベント用キロ、コンコツ、やった、 OK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 、 これでかい、体力も回復、ラブパワーもつく。どうだ、カットボール1で、これは切っちゃうか、さよなら。身長盗塁の意味がわからん。で水木ちゃんは乗ってるね、サナちゃんメンタルとスタミナいいよね。パワープロアプリの方はデフォルトでスタミナがついてるからね、少しだけ球速を、まあね、148には持っていきたいんだけど、どうでしょうか。筋力っていうかさ、あれマジでさ、逆襲の市原どうした、これやらなくていいや。変化球ポイントが本当に欲しい。でこれはただ回復するだけのイベントだから、まあね、なかなか美味しい。でカットボールはちょっと7くらいにしておこう、せっかく新しいカットボールを使っていくんで。サナちゃんの2人強さは3で完全に掴んじゃおう。でうまくすればまた何かしらのクリスマスイベントが起きたりするんで、よし低めも OK で、これ起きたってことは起きてないってことだよね。ここ筋力取れんな、ブレイクスルーで取っちゃおう。序盤だから一緒、そんなに粘る必要はない、まだ。まずはちょっとね、やっぱり経験点を集めて必要な能力値まで上げたい。これ球速が要求されるし、オクタビアとの一騎打ちが進んでるんで、金徳を漏らしちゃうっていうよりは金徳の可能性を上げる。そしてサナちゃんが彼女にならない、150か、まあ、一応148で止めておこう。でまあ1回練習だし、ちょっとメンタルで回復をさせます。サナお前から伸びが欲しいんだ、俺は頼むと開けたんだ。
148キロで制圧する。 OK。 まずはオクタビア通過。メレン、やる気が下がった。スタミナ、サダ、ドウェ、どうする？スタミナちょっと上げる。一応ゼロパーではあるか。いや変化球な、普通に練習するとやっぱ少ないよな。もう一人欲しかったな。水木ちゃんとかが変化球ついてくれたらかなり良かったんだけど、変化球2枚だからね。よし、栄養ドリンク伝染する投資、これも任しとくか。頑張れ、任せろ。なんかよくわかんない。スタミナじゃあ爆上げしていきますか。結局サナちゃんは来ないな。じゃあここで悲しく彼女にしますか。俺が、まあまあまあ。でブレイクスルーが打てるけど、ここは3回練習も打てるんで、ちょっとスタミナに振っておきましょう。あれマジでさ、市原の逆襲ってなくなった？スタミナが上がった。でね、集中してデートもこなしていかないといけないんで、変化球に来たな。焼きま1号オンリーか。いやーどうする？1人か。ピッチャーはな、この守備っていうのが結構微妙だからね。つくと、まあ溜まってもしょうがないか。ちょっと一回やって、まあ、最悪強制発動までやっちゃいますか。でのぼろくんのイベントも進み出したし、変化球、オクタビアか。これ3人いることによって相乗効果とかするんだっけ。もうちょっと使っちゃうけど、てかさ、もう1回やってブレイクスルーすればよかったか。まあいいや。要は3回練習も視野に入れつつ、これは何がいい、ちょっと分かんない。タコ、ペット、手応えか。来た、もう来たか。ジャイロ回転どうだ。よしよしよし、いったっぽくない。ちょっとあれが精神ポイントがやたらあるな。本当に3あればとりあえずさばけるんで C まで上げちゃいますか。ってことはよ、ちょっと待ってね、3球種目は絶対欲しい。その2球種目で新しい変化球を覚えるくらいだったら、ちょっと、シンキングツーシーム、そっか、それも出たか。せっかくだ、覚えよう。シンキングツーシームで、しかも3球種目も覚えよう。3球種目は何がいい、カーブ系にしときますか。緩急をつけるスローカーブ。いや、なんかスローカーブやだな。ドロップカーブ、スラーブ、スクリュー、左投手だからね、スクリューにする。はい、よし、これで4球種目があれになるんで、だいぶ経験点は浮きますね。その代わりこれ伸びなそうなんだよね、やっぱり。どうしてもどうしようか。実はカロリーバーがね1個あるんですよ。彼女キャラがいないんで、彼女キャラっていうか、そのマネージャーがいないんで、お守りを持ってくる必要がないんで1個使っちゃおう。でもう1個はちょっとでかいタックのためにやりたいけど、何がいい、精神についてくる。って言って精神が入るわけじゃないからね、これ。どうしよう。水木ちゃんは今何回目まで進んだんだっけ。かぶっちゃうと悲しいからね。
取っちゃうか。変幻自在1で取れる。ちょっと使い果たした感があるんだけど、70じゃ取れなさそう。取れんわ、取れないんで、どうしよっか。ちょっともう少しデートを進めますか。2回くらい練習しちゃったんだっけ。まあでもあんまり進まないのも悲しいからね。おいー、マジかよえ、今のって何。ちょっと待って、変幻自在大丈夫、取れないんだけど。てかさ、そもそも監督直してほしい。ちょっと練習するか。直してくれ。評価下がってもいい。怒ってくれ。全然ダメだ。でスタミナ、いやサボりそう。まあちょっと一回通院しちゃおう。すいません、そう合宿があるからね、それまでにはね確実に直したかった。サナちゃん、いやだったら時間あげだな。スタミナを少し、筋力と精神があるっちゃあるんで、A まで持っていって、あとはもう全時間あげで、いやちょっと B にしとくか。やっぱりまだ2月だしね、時間あげのポイントは結構ありそう。6上がるもんね、だって。よし、で変化球があるときはもうちょっとやっぱ変化球やろう。阿久津構わない、お前の変化球でも十分だ。ちょっと今変幻自在を取りたい。あれってこれってさ、金徳なんかあったよね。成功すると3回成功すればいいんだっけ。とりあえず1回。そもそもさ、イベントが起きるのっていう。球速、変化球なんか来てんな。サナちゃんか。スカウト3コーチか。1回回復しよう。まあ、うまくいけばね、芋掘りみたいな、なんだっけ、なんか焼肉になるやつ、あれが来るけど。急速、やっぱ急速が結構来るね、人が多いからね。いやただし俺は今本当に変幻自在が足りないんだよ。あ、焼肉のやつ来た。 OK。でブレイクスが打てるっちゃ打てる、変化球来てるっちゃ来てる。野球マン1号1人か。もう構わない、やろう。足りない経験点を補う。これもでかいよな。136、200くらいは稼げる。うん、まあ、すげえでかいかって言われたら微妙だけど、もういいや。ちょっと変幻自在取れるときに取ろう。ここで稼げるし、もう1人だね。やっぱり最初で粘るっていうのも、まあ、ありはありかもしれない。あー危ねえ、これ変幻自在だよね。これ取んなかったら、そうだよね、取らなかったら逃してたっていう。阿久津だから君でも構わない。野球マン1号のさ守備なんてさ、どう考えてもしょぼいよね。でこの体力量で3回いけるか。 7% いける。阿久津お前結構いいやつだな。じゃあ変化球、俺何覚えたんだっけ。あ、スクリューか。2はしておこう。で真剣ツーシーム3、どうでしょうか。で、あ、まだでもあれなのか、2回目だったのか。3回目だったらよかったけどな。ちょっとじゃあデートしますか。ここはまあ、5回目でね、街道が取れるんで、それまではちょっと優先的に進めていこう。一応見つつ、まあ、すげえでかいのが来てるわけじゃないんで、やれるだけやっちゃおう。臨床、あ、変化球来てる。オクタビア、どうすっかな。
デートが残り2回か。ブレイクスルー1回打って、で、その後2回やれば大丈夫かな。まあ、浅はかだけど、ちょっとここまた3回練習を目指しつつ変化球やりますか。いない。いや、これはでかいな。ダブルだからね。スタミナ練習も8。てかさ、本当にさ、イッチーの逆襲どこ行ったんだ。でメンタルで回復できるし、カット強化も上げときますか。トモエ、お前は何者だ。逃げ玉で球速、ただのごろくんか。のごろくんはまあまあコツが欲しいんだよね。コツ絶対くれるかって言ったらそうでもないんだけど、これ取っちゃおう。取れるときに低めももういいでしょ。脱三はもう3でいいよね。逃げ玉もいいんじゃないか。まあ、あるやつはちょっと取っていこう。人の持ってるコツは完全制圧は最後に取るから。でこの経験点だったらちょっと普通にスタミナやってのごろくんからコツをもらえることを祈る。スタミナ3上がるしね。練習筋力精神で、ここは普通に結構監督と練習したんで大丈夫。ただやっぱりね、変化球が伸びてないよね。スタミナはまあ乗りそうで、球速をどこまで伸ばすか。めちゃくちゃ点取られてるんですけど、みんなが頑張って同点まで抑えてくれた。自責点3、先が思いやられる。で、どういくん、それ全然進んでなくね。さてさてさて、ここは行きますか。変化球どうよ。体力は減ったが、ブレイクスルーが打てる。変化球2回打てんな。どうしよう、今こういう状況か。スタミナはもうほんと時間切れで大丈夫だな。90か。何気にコントロールというか技術足りなさそうだな。まだコントロールも上げなきゃいけないからね。打っちゃって、打っちゃって188。いや、これだな。で、あとデート2回やろう。どうやら大丈夫。まだちょっと怖い、怖いけど練習して、ようやく走り始めたから。道江くんメンタルにいる。いや、やらない。だからデートして、街道を取る筋力はある。2回連続でデートしよう。これで完走させます。で、あとは道具の完走を待つ。おい大丈夫か本当に。力強さが足りてない。あと道具だけ、もしかして怖えな。いつもギリギリで生きてるからな。デートして道具が来たら終わるけど、体力がないんだよもう。でブレイクスルーゲージもないからやる。でブレイクスルーは最後甲子園で発動させなきゃいけないんで、それを考えるとヒゲ、もうちょっとここでデートを終わらせておきたい。よし、とりあえず取ろう取ろう。もうこれはね、取れるときに取る。はい、街道取ります。重い重いけどしょうがない。さてここからゲージの調整をしながら、まあ、メンタルで1回回復をしておきますかね。メンタルはそんなにたまらないはずなんで、一回やっとこう。あと普通に練習していけば一回発動できるかな。おお、どうだ新街道。結構なんかイベント的にギリギリの感じで来てるよね。あ、新街道自体はそんなに重くないか。街道自体が重いからね。で変化球がやっぱり全然伸びてないわ。ジャイロフォーク2。
って精神が結構あるけど技術も足りてないといえば足りてない。ダブルタックか。いやでもな、どういう状況今、もうほとんど空だからね。よし、普通に練習していこう。ここから先はで3回練習やっちゃうか。じゃあスタミナ、いやーいいな、やりてえな。スタミナ、スタミナで持ってく。だってまだまだそうだよね。で野球マン投手持ってたよね。投手直取りしちゃおう。いやコツがあるな。7月1周でしょ。いやでもそうそう、技術とかが全く稼げないんだよな。コントロール、コントロール3回もありだよね。足りてないから。コントロールってあと誰がいいの？てか野球マン1号の本当に守備とか全く役に立ってないからね。ノゴロウ君のメンタルも大して役立ってないからね。ちょっと引きが悪かったな。引きが悪かったということで、おとなしくスタミナ練習しよう。重い球、直取りしてもよかったの。重い球はで、ここはちょっともうサクサクサクッとサクッとやるわけじゃなくて全員操作でいいや。チャンスだけ。あ打ちまくってたらそうだ、コールドにしちゃった。だから大して活躍してない。すっかり忘れてたわ。でここはスタミナ、いや待て待て待て、これやりてえな。普通にやりてえな。普通にやろう。で次はもうメンタルも3回練習とかいいや。結局市原の逆襲起きなかったわ。でまあ溜まってるっちゃ溜まってるけど、さすがに体力がないんでここはメンタルしておく。もう1回くらいちょっとあれだったね、早かったね。で上げられるか。上げられる。34にはしないよな。球速も意外にない。てかコントロールこれ上げきれない可能性がある。いや全体的な経験点が足りないんだ。そもそもなくさ、前回からそればっかり言ってるけど、ちょっとしょうがないよね。もう昔の高校は北海道優勝決めました。まあ OK、 負けませんよ。じゃあメンタルやりつつでかいブレイクスルーが来るの。あーなんか手に入れた。地方大会で圧倒的な活躍によって新たな能力が開花した超シリアガイとか。重そう。213ゲー、これやりてジャストフィットだよね。いやでもこれはやりてえわ。ジャストフィット捨てよう。ちょ経験点に、経験点に目がくるんだ。いやこれやるべきだよ。溢れることはないんで、はい。スリータック、アクツ。お前が役立った。甲子園前に。市原の逆襲はどこ行ったのかよくわかんないけど。よし、これで。ちょっと待ってね。まず、スキル3にしておこう。3は欲しい。全変化球。で、オリジナル上げて、ジャイロフォーク5にしよう。よし、これでいいでしょう。あとは、スタミナはまあ、直上げできるかもしれないんだけど、コントロールが厳しいな。技術だよね。いやもう無理だよ。一回寝るか。えこれジャストフィット取ったとしてもさ、なんか回収できなそうなんだけど、経験点的に。突然4点取られたんだけど、まあいいや。あとは技術だな。じゃあちょっとコントロールやっておきますか。まあそうだね、少しでもちょっと技術をため込もう。あそうか、葵ちゃんがいねえんだ。でさバーでも食っとくか。大して意味なかったけど。
276か無理だな。だってこれで180使うでしょ。94まで、まあ、スタミナはなんとかなるとして、そうだよね、まあ、最後にスタミナ練習が食うかもしれないからとりあえず残しておく。で超尻上がりも精神系を使うんだよね。どうせコツとか取れないからもうちょっと掴んでいこう。はい、まあ、結構点を取られるね、しょうがない。さて最後コントロール88きた。いやこれはちょっとコントロールにしよう。ダブルタック一応。最後ピンチャンにするか、最後ピンチャンにしていきますか。そうだよね、試合まだ見てないからね。でここで一旦じゃあ能力をそれで完全制圧取るともう絶対コントロール持っていけないわ。重い球こういうとこでまたちょいちょい使うからね技術を。え、だってどうなの、97か。サナちゃんが最後あれくれるとはいえ、まあ、スタミナはねせめて突破させとこう。球速が148だからそんなに速くはないんだよね。こんなもんか。よし、じゃあこれでいきましょう。ワールド高校ノーアウト1・2塁ナヌーク、トシ君頼む、俺をリードしてくれ。この後に控えているのはルイス。さすがジャイロホーク。第3球を投げた。新街道からの伸びのあるストレート。新ジャイロホーク見逃し三振。なんだっけ、変幻自在ですか。カットボール投げてみよう。投げたストライク、膝元厳しいところ。新第2球こう落ちるっけ、打たれた。レフト前進、いや大丈夫。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。アロー取りました。アローのくせにこいつパワーあんな。決まってストライク。ジャイロホークちょっと落とそう。けしました。抜けた。バックホーム。え、マジで。おお、さすが誰センター。最後はいい守りを。ちょっとセンターが誰かわからない。出たキムソンジュニア、アンダ製造機、パワーは S。 ギブソンジュニア第1打席はフォアボール。似た軌道でカットボール打ちました。実はカットボールだったんだよ、バカね。さあ森下つなげよう、トシ君までつなげよう。二塁という場面で森下、第1打席はセンターフライに倒れています。初球を打った。草野アベレージヒッターだ。第9投げました。トシまでつなげろ。さすが頭上を越えた。クリーン街道1点先制。さてトシ君はマジで強い。ツーアウトランナー二塁という場面で佐藤、見送ってストライク。慎重に行こう。初球は失ったが第2球投げました。ボール投球は3球目投げました。いやーボール球だったな。ボール球打った。取ってこれで3アウト。悲しい。俺だ。点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という。つなげろとにかく。初球から打ってった。そういうバッティングでいい。いい薬師寺は結構強いな能力的に。外角低め見送ってストライク。弾道もまあ悪くはない。投げました。ボール。ホームラン狙えるね、この能力であれば。投球はこれから全然。あーっとキャッチャー取れない。おい何してんねんお前。引かれてんなあいつ。2点としています。しかしやる気に満ちた。ツーアウトランナー1塁2塁という場面でマキシマ、強えよな。今日はライトフライとセカンドのエラー。シンキング通信はそんなに曲がらないから振らせて取るっていう感じじゃないんだな。アウトロー際どい球。ジャイロフォーク投げた。ジャイロフォーク見送ってどうする。カットボール第5球投げた。打ったからの第6球を高めは怖い。無理か。ジャイロフォークで落とそう。おいジャイロフォーク何なんだ。完全に狙われたな。しかしまだ大丈夫だ。第2球投げた。勝てる。打った。取りました。ダメだ。これでノーアウト2塁。ここギャネンドラ。ノーアウトランナー2塁という場面でギャネンドラ。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。球速がやっぱり遅いんだよ。第3球を投げました。打った。左中間へ上がった。ヒットになります。ボール球がノーアウトランナー1塁2塁となりましてコールド直球ストライク。ヒットになるの悲しいよね。投げました。低めストライク。これで追い込みました。投げました。ボール。投球これから4球目。ストレートはボール。絶対振らないし。投げました。オッケー。空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターはビクター。投げました。カットボール決まってストライク。
そうか、追い込まないといけないんだよね。ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、見送ってボール。スクリュー。投げた、どうだ。低めいっぱい、見逃し三振。まだ続くのか、やつか持ってんか、お前。初球はストライク。第2球、投げた、インハイ際どい球、ボール。チャイルドボールめっちゃ落ち、うおい。マックスバブか何もんだよ、お前。街道追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で森下、これ経験って減るんじゃない、むしろ。第2球投げました、これは引っ掛けたよ、しかし1点、大丈夫。これで草野が出て塁に、でトシ君がホームラン打てば OK でしょ、とりあえず同点。これで今日は3打数の2安打。第9投げました、ムービングファーストはボール。そろそろスタミナも切れるからピッチャー変わりそうだな。投げました、振り遅れたけど補填、点を取れば OK。 こいつ何持ってんだ、しまった、危ない。初球空振り、投球これから2球目、ボール。パワーヒッター、パワー D だけどね。どうよ、ヒットを逃さない、パワーヒッター。なぜパワーヒッターがあるのかよくわかんない。いや、もう無理だよこれ。あ、前村に変わってる、悲しい。本場ジャイロボールを出したくないところ、投げました、ジャイロボール見送ってストライク。前村もでもまあ150、2球目空振り、タイミング合いません。強いよね。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球をちょっと外すインコース低めと思ったら入った、見逃し三振。コールドベル強こいつも能力。1球目ストライクから投げた、アウトコース低め、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、当たり損ない。森下ベースを踏んで2アウト。どっかの台バッターは3番全然違う投球だな。ここは何としても抑えたい場面。あ、抜かれた、さすがビクター。出た、マキシマ。こいつに本塁打2本打たれて6点取られてんじゃん。なんだよこいつ、本当に危ねえ。ガチでちょっと待って、投げました、危ねえ。見送ってストライク、フォークちょっと一回落とす。魂を込めて投げ込みます。マウンド上高めを外を一回見せておいて、からカーブをギリギリ入れる。はい、なんなのマジでさ、こいつ逆転ツーランホームラン。行かれてんだけど、マキシマムとか言って、こいつ一人で。ギブソンジュニア、お前何のために来たんだ日本に。第9投げました、ジャイロボール決まってストライク。お前完全に抑えてやるよ。フォークボール見送ってストライク、これで追い込みました。スライダーちょっと、お前ちょっと顔の前通過させて、ジャイロボールをギリギリに決めて、打った、やるな。あれ、ギブソンジュニア、ギブソンジュニアも木のバット使ってんの。投げた、初球打った、三遊間無駄だよギブソン。アウト、スリーアウト。街道で草野がクリーンナップからの攻撃になります。あ、アルビンに勝ってる。先頭バッターは草野。ミラージュナック、さすがだ。さあ次の投球、投げた、いやこれはちょっと当たりどころが良すぎたな。これでトシ君で攻めて、右バッターボックスは4番佐藤、投げた、ボール。本当は草野が出てトシ君でホームラン打ってさよならっていうね、そういう。危ねえ、打ちました、と思った。危ねえ危ねえ危ねえ。第3球は、いやカットボールか。第4球を、これうわー、ミラージュナックルか、空振り三振。やられた。郡山、いやお前もパワーヒッター持ってんだろ。続いています。投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球、これは大丈夫、見送ってボール。投げました、ミラージュナック打つった、全然ダメだったわ。やられた、マキシマムにマジでやられた、強すぎるあいつ。でも使ってやらないってか、マキシマムも出てないし、俺捨てちゃったから持ってないんだよね。これ何、先発しかないよね。ここでさ、伸び手に入れてもさ、新海道の性質上意味ないんだよね。まあ一応制圧は取れましたと。ここでもなんか点くれよって思う。9000にさ届かない、そりゃ伸びないよ。一応せっかくだからツヤス取るか。415でコントロール持っていける、ギリギリ持っていけないんだけど。で変化球がちょっと何気にコツコツ手に入れたから、でも得能取ってくか、せっかくだ得
袋全然取ってないしね。手応え、あとコツがあるやつ。大してコツがない。マジか。じゃあ中継ぎの適正をやっとこう。せっかく臨床ポイント取ったからね。余ってっから、じゃあムービングファースト取るか。あと球速を152まで乗っけて、あとはまあ取れる特殊能力、精神が少し余って、変化球もあるから変化球ポイントを使うやつを取るか。玉持ち、はい、カチューガーじゃん。いいね。根性はもう取れないか。153の精神が逆に余ってしまった。もういいや、大して強い選手じゃないんで、これでしょうがない。ターミヤ、お前は失敗作だ。マキシマムってか SS にも届かない。というような感じです。まあやっぱり強化改造、今回まあ一つ良くなかったのが、そもそも最初の得意練習2種類目があんまり良くなかった。これあれだよね、得意練習2種類目自分で決められるようにするっていうくらいしないと、今の高校とは張り合えないよね。やっぱりもうそういう時代になってきてると思います。まあそれか、てか市原の逆襲マジでどこ行ったの。あれ復活取れるからさ、まあそれなりに結構良かったのに、という感じですね。まあ他にもまだ今秋の強化祭りが来てますので、やっていきたいと思います。というような感じで今回は終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。